トンさんは呼ばれたら参加してるけどな。ちなみにガチな話すると、これちょっとマル秘な情報でお願いしたいんだけど、してから一回も声かけられてないですね。絶対行っちゃダメだよ、他で。確か、リリース日に関さんと一緒に秋葉原歩いて、ポケモン GO やってて、そっから、広がったの今でも覚えてるわ。ここって何もわからないの？待って、ビタミンこれ、二つしかない。待ってください。気づきました。え、やばくないこれ。え、やばいことに気づいた。俺カップは無理。衝撃の事実が判明してしまった。まあでも LEDX 集めながらビタミン集めればいいよね。うっつ周回する。 LEDX 探しながら。だから SOT はスカブでいくわ。どう？完璧でしょ。トサマ的なの。トサマ呼ばれたら参加してるけどな、言うて。呼ばれた時は参加してるよ。なんかまるで参加してないみたいな。お前はマジで何やってんだみたいな空気になってるけど。いや、そんなことないっす。そもそも呼ばれてないんで。ちなみにガチな話すると、これちょっとマル秘な情報でお願いしたいんだけど、あの警察署爆破してから一回も声かけられてないっす。あの警察署爆破してからマジで一回も声かけられてないっす。これマジの情報ね。絶対言っちゃダメだよ、他で。あれ以来もう呼ばれることなくなったから、多分こいつは危険人物なんだろうなって判定されたのかもしれない。あ、やばい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 。やっちまった。やっちまった。Левый коронный, правый похоронный. なんだよ今の。いやー、危なかった。いやー、危なかったな。あ、タルボアリーナ見ましたよ。あのランドマークが優勝したやつでしょ。あと、あのニキータがやってた。ニキータがね、なんとタルゴフアリーナプレイしてました。0キル9ですでした。ありがとうございます。あいつやってないっす。やっぱあいつやってない。タルゴフ絶対やってない。あいつ0キル9ですだった。つうか開発陣誰もやってねえわ、マジで。見ててあいつらやってねえぞ。適当なタスク作りやがってよ。マジでニキータやってなかったんだ。エアプだったのかよ。結構衝撃だった。なんだかんだ言って俺やってるんじゃねえかなと思ってたのに、あいつタルゴフエアプですよ。びっくりしましたよ、僕は。衝撃を受けたわ。じゃあレクサス直行した方がいいのかな。 SOT のアサリレクサス走る夜でひたすらカバン狩りする。一人でボス狩りながらひたすら直行して LEDX 探しながら金策する。できんのかな、そんなこと。みんなあれじゃない、みんな俺に対してなんかだんだんスパルタになってない。てかもっとスパルタになってない。えぐいんだけどマジで求められてることが。怖っ。いや、別にカッパ取ってる人でもそんなやり方してる人いなくない？まあ別にやれって言われたらやるけど、怖すぎだろ。普通にみんな、ウッズで探してるとか言ってんのに。どんどんハードル上がっていくじゃんね。いや、ラボで探せよとか言って。いや、ええー、ってなるでしょ。クソ厳しいんだけど、マジで。笑うわ。いつまで初心者気分なんだよって。いや、初心者だわ。一周目だ、普通に。大変なことになってます、これ。フィーバー来てるって。ゴルチェ？え、おかしいって、これ、今回。
LEX あるんじゃないこの流れ。命が重すぎる。あれ、この辺じゃなかった？ああ、この辺だ。いやー、スーパービッグレイド来たやん。138万179ルーブルだって。うーわ、すごっ！これ、待って。店売りしたら、もっとやばいんじゃない？フェンスで138万とんでもないビッグレイド来たわ。これ、PMC 不要論来ましたね。完全に。PMC 回す人とかいるの？このゲーム。ワイプはワイプダッシュしたいね。ワイプダッシュするために、一つ仕事断ったわ。12月末の仕事断った。ワイプダッシュするためにイベント断った。いや、タルコフのワイプダッシュがあるんで、その時期はちょっと。ドルジさん、87ヶ月、多分これはあれですね、モンゴルからの資格ですね。もうご襲来ですよ。これはテンション上がってきた。いつの時代の俺から見てたんだ。ドロップザビートって言ってた。多分言ってないかもしれん。ポケモン GO リリースの年。ポケモン GO 懐かしいな。その日、確かリリース日に関さんと一緒に秋葉原歩いて、ポケモン GO やってて、次の日に、その、俺たち川の付近歩いてたんだけど、そっから水死体が上がったの今でも覚えてるわ。めっちゃ覚えてるわ。超怖かったから覚えてる。めっちゃ怖かった。俺らが歩いてた横で何が起きたんだろうみたいな。兄弟、先去我们到彻底、能带我不？カルマチは減ったんじゃない、まあ、まあでもリアルのカルマチ上がったからセーフ。これでもう彼は VC を使うことはなくなったから。俺は治安を良くしたんだよね。この世界に秩序をもたらしたんだよ。これで世界が幸せになりますように。あー、なるほどね。新しい移動見なさいね。友達の皆さんチャンネル登録してください。じゃあなんか宣伝しに来たってこと、中国人が。そういうことか。いや、中国語で宣伝すんなよ。わかんねえだろ。考え浅すぎだろ。もうめちゃくちゃだよ、ほんとに。